皆さんこんにちは、北暮れです。今回は札幌のカレー屋さん五選です。突然ですが、皆さんカレーはお好きですか？僕は個人的にすごいカレーが好きなんですけど、子供から大人までカレーを好きな方って結構多いですよね。今回はそんな札幌の美味しいカレー屋さんの企画になります。札幌にはスープカレーからルーカレーまで有名で美味しいお店が揃っていると思うんですけど、今回はルーカレーの美味しいお店を紹介します。札幌のカレー屋さんってお店がとても多くて、5店舗じゃおすすめのお店を紹介しれなかったなぁと正直感じていて、この動画の評判が良ければ10選15選と紹介したいなと思っているので、動画がいいなと思ったらいいねやコメントいただけるととても嬉しいです。カレー好きな方や美味しいランチを探している方は最後まで見ていってください。はい、まず1店舗目は未来カレーゴリスさんというお店で、すすきの駅から徒歩5分ほどで、死生館小学校の目の前にあるので、行かれる際は結構わかりやすい場所にあるなって思います。お店の雰囲気はカフェのようなゆったりとした空間になっていて、平日は男性のサラリーマンの方が結構多かったりするんですけど、女性の方も一人で来ていたり、デートでも利用できるような場所だなって思います。平日のランチタイムにはご飯かパンが無料で選べるんですけど、これなんじゃなくてパンなのがまず珍しいですよね。で、このパンがめちゃくちゃ美味しいって思うようなふっくら焼きたての自家製パンが出てきて、注文が入ってから焼き上げるみたいで、パンはそのまま食べてももちろん美味しいんですけど、カレーにつけて食べても最高に美味しいので、コリスさんに行ってみたらパンで一度、カレーを食べてみてほしいなって思います。メニューは最初みんな戸惑うんじゃないかなってくらい結構種類があるんですけど、今回注文したのはラムカレーですね。辛さは4段階から選べて、辛くない方から2番目の辛さで、このカレーはゴロッとした羊の肉がたくさん入っているのが特徴で、このお肉がめっちゃ柔らかくて、個人的に今まで食べたラムカレーの中で優勝するカレーですね。カレーのルーはスパイシーで、中辛よりちょっと辛いかなぐらいの辛さだったんですけど、辛さもありつつ旨味がたっぷりの美味しいカレーなので、ぜひこちら行ってみてほしいです。はい、続いて2店舗目は黒岩カリー飯店さんになります。こちらのお店は大通公園の西側の西8丁目からすぐ近くにある北大通ビルの地下1階にあるお店で、大通駅からは10分から15分ぐらい歩けば着くかなっていう場所にある、こだわりのスパイスカレーを食べることができるお店になります。お店はこじんまりとした店内でカウンター席のみの空間となっていますので、女性でも男性でも1人か2人ぐらいで行ってパッと入って食べて帰るみたいな、サクッと入りやすいお店だなって思います。で、今回注文したのは名物のスパイスカレーですね。こちらは20種類のスパイスを使ったスパイシーなカレーで、辛さは中辛程度かな、そんなに辛くはないなって感じではあるんですけど、スパイスの作用で食べると汗が出てきて、ああカレー食べてるなーって実感して、これがまたいいなって思います。中辛くらいなので、もう少し辛さが欲しいっていう方は辛味オイルが置いてあるので調整して食べてみるっていう感じで、僕はもともと中辛程度が好きなので、入れないくらいがちょうどいい辛さですごい美味しいなって思います。お皿も結構大きくて全体的にボリュームがあるので、僕はご飯大盛りとかにしなくてもお腹いっぱいになるボリュームだったんですが、ルーが多めなので食べれる方は大盛りにしてもルーが足りなくなるとかはないと思うので、食べれる方は頼んでもいいんじゃないかなって思います。真ん中に入っているチキンレッグはスプーンでほぐれるくらいしっかりと煮込まれていて、ホロホロで美味しいので、これもぜひ食べてみてほしいですね。スパイスカレーの他にも炙りチーズカレーなどもあるので、カレー好きやチーズ好きな方には行ってほしいおすすめのお店かなって思います。はい、続いて3店舗目はスパイスビストロマカリさんというお店です。こちらのお店は JR 白石駅から南郷方面に10分ほど歩くと着くお店で、知らないと見つけるのは少し難しいなって思う場所にある隠れ家的な穴場のカレー屋さんになります。見た目は一軒家のような外見ですが、入るとアンティークで上品な店内が広がっていて、欧風な雰囲気が漂う落ち着いた空間になっています。ディナーでも行けるのでデートでももちろんいいですし、カウンター席もあるので一人でも落ち着いた空間で食事をしたいっていう方におすすめのお店です。
メニューはいろいろあるんですが、今回注文したのはビーフカレーと日替わりのラムカレーの合掛けのカレーですね。辛さはカレーによって違うんですけど、甘口中辛辛口から選ぶことができて、今回は中辛を注文しています。カレールー自体にバターや生クリームなど配合されているみたいで、中辛でも結構甘めかなって最初思ったんですけど、スパイスがしっかりと効いているので後からピリッと辛みが来る、ちょい辛くらいで食べやすくて旨味たっぷりの美味しいカレーなので、一度食べてほしいなってこちら思いますね。カレーによって風味や後味も違うので、いろんな種類のカレーを食べてみたいなって思わされるお店で、付け合わせの焼き野菜とピクルスもちょうどいい量で口直しにもぴったりで、もうねこれ全部美味しいです。白石なんですが、駅から徒歩でも行ける距離なので、ゆっくりとくつろげるような場所のカレー屋さんを探している方にぜひ行ってほしいお店だなって思います。はい、では4店舗目なんですけど、カリーハウスコロンボさんですね。こちらのお店は札幌駅直結の札幌国際ビルの地下1階にあるお店で、 JR の札幌駅からだと5分ぐらい歩いた場所にあります。創業40年の老舗カレー屋さんで、サラリーマンや地元の方の常連がめちゃくちゃ多いお店ですね。営業は11時からで、オープンと同時に行列ができるんですけど、それくらい地元の方に愛される人気なお店だなって思います。店内はカウンター席のみの空間で、サラリーマンの方が一人で来ているイメージが多いですね。正直狭いのであんまりデートとか向きではないんですけど、女性の方も一人で来ていたりするので、カレー好きな方に行ってほしいお店かなって思います。今回注文したのは日替わりメニューのチキンカツカレーで、日替わりメニューは1週間を通してメニューが変わるお得なメニューになります。チキンカツは分厚くて、まあこれが無難なんですけど、やっぱりカレーにチキンカツはめちゃくちゃ合いますよね。ライスは通常で 350g あるので、大盛りにしなくてもボリュームたっぷりなんですけど、朝食の方は 250g にも減らすことができます。ルーの辛さは中辛くらいで、割とサラッとしていますが、優しい甘さとスパイスが効いていて、まあ、今回紹介する中では一番王道な日本人向けのカレーなので、絶対外さないなっていう安定した味だなって思います。コロンボさんは他にはあまり見ない、ルーが足りなくなったら無料でおかわりすることができるのも嬉しいポイントで、食後には必ずアイスクリームをついてくるので、口をさっぱりさせて帰ることができます。普通より食べちゃう人も1000円以下でボリュームたっぷり大満足できるお店なので、カレーが好きだったりたくさん食べてスタミナをつけたい時にぜひとも行ってほしいお店だなって思います。はい、最後5店舗目は丸山教授さんというお店になります。ここは西18丁目駅から5分から10分くらい歩くと着く場所にあるんですけど、お昼は並んでいてなかなか入ることができない超有名なカレー屋さんになります。カレー好きであれば行ったことがあったり名前は知ってる方も多いと思うんですけど、こちらは、おしゃれな空間でおしゃれなカレーを食べることができます。丸山教授さんはメニューのビジュアルだったり味以外のところまで一つ一つカレーを追求してこだわり抜いているカレーだなって食べたらわかる味で、めちゃくちゃ美味しいです。店内は暗めの空間で、デートでも友達と行くのも一人でもありだなってお店で、並んでいることも多いので仕事のお昼休憩とか時間があまりない方は控えた方がいいんじゃないかなって思います。今回は一番人気のハマカレーというカレーを注文したんですけど、このカレー自体に歴史があって、とても深い感動的な物語の中で誕生したメニューになりますので、気になる方はお店に行くとメニューなどに書いてあるので行ってみて確認してみてください。で、ちょっと話が逸れてしまったんですけど、このカレーは海鮮の出汁を使ったカレーで、濃厚な魚介の風味と味が本当に感動レベルで美味しいです。ホッキやホタテ、エビなどゴロゴロ海鮮が乗っているんですけど、それに負けない濃厚なコクのあるルーがご飯にめちゃくちゃ合うので、これ最高ですね。クラフトビールも販売していて、カレーとのセットで安く飲めたりもするので、ディナーでカレーとお酒っていうシチュエーションもありだなって思います。一杯食べたら全種類のメニューを制覇したくなる中毒性のあるカレー屋さんで、海鮮が好きな方は特におすすめしたいカレー屋さんですので、ぜひ行ってみてください。はい、それでは今回は札幌のおすすめのカレーを5店舗紹介しました。レトルトとか家のカレーが好きな人は新しい味を求めて行ってみるのもいいんじゃないかなって思います。
お気に入りのお店があればぜひ行ってみてほしいです。これからも様々なジャンルのお店を紹介していくので、行きたいなーって思ってもらえるお店があればぜひいいねとチャンネル登録してくれるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。